皆さん、毎度ニューヨークでビールノムリーやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi, a Beer Nommelier in New York。本日もやっていきましょう。Two Minutes Beer Talk。今日のお題は、ビールにレモンスライスはありかなしかです。これにはですね、明確な答えはないと思います。バイゼン、いわゆる小麦ビール、またもしくは白ビールにですね、レモンが添えられることがあるそうです。それはなぜかと言いますと、昔バイゼンはですね、もっと酸味が効いていたそうなんですよね。で、その昔のそのバイゼンの味を知っている方たちがそっちの方が好きということで、バイゼンのビールにレモンを絞ったりレモンスライスをつけたりするところから始まったそうです。僕自身ですね、レモン大好きなんですけど、ビールにレモンを入れることはないかなと思います。こちらではですね、ブルームーンというビールに、オレンジのスライスが添えられたりだとか、皆さんご存知だと思いますけど、メキシコのコロナビールにはですね、ライムのウェッジがついてきたりします。それ以外でですね、レモンスライスがビールのグラスにこうついてくるっていうのはあまり見かけません。自分はですね、ビール本来の味が大好きです。これもね、人それぞれだと思います。例えばビールの味が苦手だという方はですね、レモンを絞ったりだとか、何かで割ってカクテルを作るのもいいと思います。皆さんはビールにレモンを入れたりとか、何かで割ったりして飲みますか？それではまた。